はい、ということでこんにちは、チャンクです。はい、ただいまね、倉敷駅の方にいるんですけど、今回久々に、この方と飲みに行こうと思います。お疲れ様、どうもこちらです。こんにちは。久しぶりです。久しぶりだよ。久しぶり、2年ぶりですね。2年ぶり、1年、1年半ぶりだな。喧嘩してやっと仲直り。いや、まあほんまに、チャンキがあんだけど。これ手がある。これないよ。はい。はい。ちょっと待ってよ。じゃあお久しぶりです。お疲れ。乾杯。うまっ。これだよ。おー、大きいエビ？大エビが2つ。2つ。豚バラ2つ。豚バラが2つ。イカ食える？イカ食える？イカ食える。イカゲソ2つ。イカゲソ何？あと生。と、紅生姜2つ。あと何があるのかな。土手にください。土手にがおった。はい。てか、それ、どこで買ったん？千代の富士。どこで買ったん？ヘカロン。どこで買ったん？ネット。ネットで売るよ。売る売る。そしたら、履いてない。下着てない。下着てない。それだけ？うん。やるな。かなり気にせんかな、俺は。生ですね。あ、生もう一つください。生もはい。YouTube 開けた方が涼しいよな。うん、で前これでも閉じよったんやな。はい、これなんや、これ、ね、3つもステーク持ち歩いた。うん、それなんかあれだな、やっぱマスクせんってとこがええな。やっぱどういうこと？マスク持ってきてねえってとこや。いや、持ってきとるか。いや、持ってきとんかい。持ってきとんかい。なんで？いや、なんかさ、うん、いや、持ってきてねえのがええなと思った。どういうこと？かっこええなと思った、実際。ほんま？持ってきとん。持ってきとる。それ見せはるときはなんかある。ソースかけるタイプかも。なるほど。これが、何だっけ、なんか、これがゲソか。やっぱ紅生姜かな。やっぱエビから食べよう。やっぱ紅生姜じゃん。紅生姜。いただきます。うん。これマジか思ってから。生マニですね。はい。今10万人だけど、続けてなかったらやっぱもう。うん、親はな、週に1回山ちゃんと動画撮るって、うん、パッとやめたらもう喧嘩したってなってる。でも割とチャンキーはほんまに喧嘩みたいなと、喧嘩喧嘩あったって、いろいろあるんですよね。いや多分似とんじゃろうな、性格が。それなんか全く同じ性格じゃねえけど、アキラメオタも似とんかな。うん、アキラメオタ、うん、なんかやっぱちょっと似とるとこがあるけん、でもそこで YouTube ショールだけだよ。ぐらいかな。やっぱ動画見んよな、長いの。動画見ん。見んよな。いや、山ちゃん見るんや。あ見るかな。俺見んな。あ、そうな。なんていうんかな。チャンクのやつはほんま見んな。そういうとこだよ。なんで俺も見んけん。うん、多分こうちゃんが東京に寄って、うん、もう危ないなこれ。2年に1回ぐらい会うんだったら見るかもしれんけど、うん、近くにおったら逆に見んじゃん。だから逆に見たら、見てしもうたらなんか意識してしまうから。いや、それこそチャンギャグだって割と全然かけ離れてるわけだから、登録者も違うし、てなんで見んの。そう、じゃあ逆にこうちゃん、俺がこうチャンネル見ん理由は、うん、結構言われるよ、家族動画出したらさ、うん、こうチャンネルパクリお疲れみたいな。あ、そうなの。来るの。来る。多分こうじゃん、そうじゃん。俺の動画見たら、うん、ちょっとここええな、使おうかなってなってる。いや、それ確かに。それあるし。誰に動画でもだってそんなにあったら、1個だけ。で、こうちゃんのとこをちょっと盗もうかなと思った。それを使ったら、うん、こうちゃんのパクリってすぐ言われる。だけどそれを、言われたくねえけん、こうちゃんのやつ見たら、これええなって思う部分あるの、結構。例えばなんかね、レンジでなんか、ウインナーつけて映画館みたいな。いや、それええな。これ前でそれ。思うけど、うん、見てしまうとやっぱええなと思ってやってしまうけど、でもやってしまったら近すぎてバレるんです。そう、近すぎるけどな。だけど、じゃけん
見たら、ええとこ盗んでしまうけん、見んみたいな。次どこ行く？生ください。あ、生生お二人。うん、あれもグレープフルーツ、グレープフルーツ酒杯ってあります。ピングレ、いただきます。あんまり寝にこもったんだよ。適当なの？適当じゃねえよな。細けえ人間とか合う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 。細けえ人間は好きじゃない。あ、この人無理じゃんみたいな。ねえ、でも若い頃あったけどな、前もう今あんまねえな。多分俺とコウトなんかその合う性格合うのは、うん、何でもかんでも家族を連れていくか飲み会とかそんなの、うん、俺もだけん飲もうやっつって、うん、じゃ家族行ってもいいやって言ったらその感じだろ、うん、一番幸せなのは家族が目の前におって、仲良い連れが周りにおって酒飲むのが一番いいと思う。ということで、もうお腹いっぱい。はい、はい、お腹いっぱいじゃねえけど全然飲めるんですけど。次行きます。行きましょう行きましょう。イエイ。あ、こっちこっち。え、こっち。いや、でもマジでがっつりさ、この時間から夜まで倉敷をぶらついて飲みに行って初めてで久しぶりだね。あ、そうなの。はい、2軒目はなんて書いてあんここ。テーントビ職業上だよそれ。うぐいっす。行きましょう。これなんていうシャンパンでしたっけ。サンテロブリュ。サンテロ、はい。テロテロですね。はい、はい、生すぐ持ってきます。あ、はい。ちょっと開けてや、これ生と、生とかっちゃんするで。この辺このまま行けよ。うん、天井穴開けようよ。おい、よし、じゃあとりあえず、まあ、チャンキーがお祝いしたことで10万人いったってことで、はい、お祝い、今日は僕が出します。おこらして、はい、いろいろあったけど、ありがとうございます。お疲れ。あ、それビールじゃねえで。いけ。うまい。うまい。カプレーゼ。はい。はい、出す。これ卵ですかね。あ、チーズ。あ、モッツァレラ。あ、モッツァレラ。はい。おめでとうございます。コロナ祭りじゃんの。第1回コロナ祭り。誰も困る。でもするなと思う。好きなんじゃな、多分そういうのは。多分。かといって言われてるけど、なんか変に思われてもいけんけど、なんかあいつ無理じゃって思われてもいけんけん。うん、ちゃんと結構バーチ行くか。行動力がある分、うん、めちゃくちゃいろんな人が断られてるよね。そうなの。例えば誰？例えば誰言えんけど、そこは別にもうカットしてない。カットするけど、いやいや、あれよ、 YouTube やねんよ、企業一回断られたら、うん、絶対もうそこ行かん。あ、親もそれ行かんじゃん。そうだよ、親もそれ行かん。逆に来てくださいって言って、うん、例えばこの前の昨日弟行ったんか、でコーチの話した時に、うん、唐揚げ屋さん行ったんよ、うん、唐揚げ屋さんも行って、うん、店主がさ、めちゃくちゃいい人だったのさ、うん、インスタグラムのストーリーとかもう YouTube でいろいろもう宣伝しようと思うとこは絶対行く、うん、店主の心じゃん、絶対。あ、なるほどな。失礼します、カキナヒントです。はい、おー、じゃあ思います、すいません。あ、でもあっち行って、ちょっとま、できます、ほんまに。ええ、わし回っても、はい、できます。ナイスじゃね、笑って悪いこと言って。ああ、生ハムとこれがオリーブ。うん、牡蠣の味でいただきます。クタ家族でハワイとかサイパン行きたいなって言ったよな。いや、覚えてね。おいちょ、これ食ってやん。これ美味しい。羊が、これ羊のラムチョップ。
どんな？チョコ。これなんていうかな。ポンデリング。ポンデリング。でです。じゃあチャンケンの10万人祝いで。乾杯。ありがとうございます。すいません。だいぶひでえ。まあそれはいいんだけど、いやセットかな。てことで今日はねもうこの辺でお開きしようと思います。美味しかった、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。美味しかったです、ご飯。ありがとうございます。またよろしくお願いします。 YouTube デビュー。はい、 YouTube デビュー。ありがとうございました。はい、皆さん庭園クイズお願いします。はい、また待ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。おじゃました。美味しかったな。ほんま美味しかった。ほんまありがとうな。いやもう、チャンキが10万人行ったけん。はい、おじゃました。ありがとうございます。すいません、社長。ありがとうございます。